それが当たり前の、別にさ、三重派ってさ、いい学校行かせてもらって、いわゆる公立の学校行くと、その、おぎ、とか、まあ、芸能人が珍しいから、うん、さ、触れちゃうじゃん。まあまあ、いじめられたりとかね。ね、いちいち言われるけど、うん、まあ、おぎのとかも他の、まあ、よく芸能人が通って、そんな学校っていうのは、何人もいるから、珍しくないじゃん。うん。だから通うんじゃないの、やっぱり。ね。仕方なく。だって、本当は嫌でした、赤いし。嫌だ、嫌だ。ねえ。そんなも嫌だよ。だよね。そう。うん、だからもう、しょうがないんだもん。でも、そういう学校行く、まあ、そういう英会話学校でも、そんな風に思われんのか、と思ってさ。英会話学校なんか行くんだね、でもね。なんだろうね。な方が、うん、外人に、この何出会っても、外人と出会っても、うん、その、びっくりしないようになんだって。なんか、別に英語を覚えろとかじゃなくて、うん、外人に対してひるまないっていうか、うん、慣れさせときたいから、うん、行かせるせいだ。六本木連れてきゃいいよ、まあだけど、まあまあ、少人数とかでさ、うん、やっぱその外人の先生にちゃんとこう喋っていかないと。だから何でも外人のとこばっかり、そのこの間のダンスも外人しかいないしさ。なんか慣れさせたいんだって。そういう教育なんだ。うん。もう今小学校って英語習うんだっけ？あれ、小学校から習うようになったよね、英語って。なんか習ってんじゃない？あれ、なったよね。なってるかな。小学校1年生は知らないけど、なんか、うん、ね、確かに。多分なんか小学校でも英語なんかあるね。うん。あれ普通ないんだっけ？俺らの時はないんだっけ？あった、ね、俺らの時なんかないよな。俺は中学校からの。あ、そうなの？ニューホライズンからある。ニューホライズンって中学校かな？中1だよ。中1か。中1の、うん。うん。から、ニューホライズンで。はい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 。まだ覚えてるもん、俺。何し？ロングロングアゴーだよ。ロングロングアゴーは、リトルガールリビルウィズハマザーニアザウッドっていう。なあ、最初、なんか、言葉あんな。ワンサマーナイツ、ガールズマザーワズシック、イットワズベリーホットナイト、まだ覚えてるよ、まだ。教科書の最初の。よく覚えてんね。もう途中までなんか覚えてたんだよな。ええ。覚えてる。これなんか暗記させられたのよ。いや、暗記すんの。で、そう。何し出てこなかった？ナンシー出てきたけど。ナンシーとか、うん、サンフランシスコできたでしょ？あ！サンフランシスコってよく言ってたもん。なんか。ギャグみたいな。サンフランシスコってよく授業で。だもうそれ暗記の中にそれ入ってんだよ、その後半の。ああ。確かサンフランシスコなんだよな。ナイアガラのタクっちゃってね、今ね。ナイアガラのタク。セギちゃんが今耳にね。耳に入れるなんか、ナイアガラのタクって言って。何ナイアガラのタク？何それ、ナイアガラのタクって。いや、滝川面白い。何が何し言ったの何しそんな文章でしたっけ。え、なんでヒゲちゃんって群馬の人じゃんって。群馬とだって違うよ、教科書。群馬と東京は違う教科書を使うでしょ。え、群馬ホライズンでしょ群馬版。私、ニューホライズン。あ、違うの？そうなの？ああ、なんか俺覚えて、ああ、なんか言ったかもしんない。ナイアガラの滝。なんかあったかな、うん、でも、本当にニューホライズンだった？何が？クラウンっていうところもあるんだよ。うちはニューホライズン。ああ、じゃあ一緒だ。クラウンじゃない。クラウンの場合もあるんだよ。クラウンもあったかも。うん。うん。でもニューホライズンだったな。もう今そういう感じじゃないでしょ？なんか、英語の教育も、さすがに気づいたらしくて、うん、あの、日本。ほら、うん、中学校からさ、高校まで6年間、うん、習うじゃん、普通、うん。まあ今は小学生からかもしれないけど、6年も習うのに、うん、全然喋れねえっておかしいじゃん。おかしい。だから、やっとその英語の教育の仕方がおかしいってことに気づいて、だいぶ変わったらしいよ。もう違うんだ、だから。昔と授業の仕方が。もう文法文法してないのかな、もしかしたら。もっと会話的なものなのかな。もっとなんか会話っぽい感じに。ヒアリングとか。そうそう。もうそうなんだ。ヒアリングなんか、なかったでしょ。ない。でも違うときは、なんか途中からパソコンの。え？パソコン。嘘つけ！お前パソコンなんかないよ、中学のときまだ。パソコンルーム。発明されてないよ、まだ。あったよ、あった、あった。パソコンルームみたいのがあったの。そこでなんか授業すんのがもう楽しみだよ。えー、早い。早い。いや、中3ぐらいだよ、多分。いや、学校側も区立なんだけど、そういうのができたことにすごいもう、
自慢げに取り入れてさ、なんかやるんだよつって、でも週に1回ぐらいしかやらせてくんないの、そこが。パソコン使う？そう。パソコンっていうか、そういう、一人一個パソコンみたいなのがある。ああいう、一覧みたいな。ちょっとラーメン屋の一覧ね。ラーメン屋の一覧みたいな、なんかこう、仕切りがあるような感じで。そんなあんのパソコンがいっぱい。だって授業、クラス、人クラスやるから。すごい早い。3、40人ぐらい。すごい早い。早いよね。で、なんかヘッドホンしてると、先生の声が聞こえて何回でやるみたいな。中2か中3だよ。それぐらい。高校時もなかったもんね、もう。高校時俺らもね。高校までパソコンなんかないよ、まだ。おだち。そう、中学が早かった。だって携帯もないんだから。携帯もない。パソコンはね。パソコンはでもあれが入ってた。剥がしに持ってたね。剥がしに？中学生の時から。で、そう？お年玉貯めて買ったん？いや、中学だって俺だってあるよ。え ?98。8801? あ、違う。88? Windows。IBM の ?IBM じゃねえわ。8801。いや、違う、わかんないけど。98。え ?NEC。NEC、9801。とかね、そんなやつだよね。Apple か。いや、アップルか迷ってた。アップルもあったよね。マッキントッシュのなんかこう、一体型のやつ。そうそう。かっこいいやつが。でもなんか字が緑でさ。なんか、あって、うちもあったよ。なんで買うんだろうな、あれ。全くいらないよね。いらない。剥がしんじゃったけど、何これ意味わかんないんだけど、つって。何にもやり、何をやるのかよくわかんない、まず。そう。ゲーム。はあったんだよね、ちょっとね。うん。そう、ゲームをやるぐらい。でも、あの時、ファミコンの上じゃん。ゲームとしては。うん、そう、結局、ファミコン、だから、ファミコンに来たかったんだけど、うん、ちょっとそこをかっこつけたかったやつ。ああ。それ以上で行こうと思ったりとか、うん、ちょっと俺は違うんだっていうとこから、うん、そのパソコンだったんだけど、全然、ダメなんだよ。進化しなかったから、ゲームの方は。今思い出したけど、今日中学生聞いてんだよね。そうですね。ファミコンの話はしてるけど。まともになっちゃったな話だな。おぎやはぎのメガネビーキさあ、うん、そんな古い話をしちゃダメなんだって。ついね。わかる？確かにそうだ。まったく。うん、まあさ、はい。だからまあいろいろ教育も変わってきたと。気づくの遅いけどね。結構気づくの遅かったね。何十年ももう経ったよ。よく考えたら日本人はお前英語喋れねえぞってなったね。日本ぐらいなんでしょだってそういうのって。まあ、だから多分学教育の仕方が絶対違ったんだよね。全然違うよね。意味ないんだよね。だからね。意味のないことをやらせやがって考えたら、英語の授業いっぱいあって、何十時間も長い、ね。何百時間違う。何千時間も損したな、じゃあ。そうだよ。なあふざけやがって。時間をね。うん。本当に。返してほしいよ。何やってんだろうね。そういうことはさ。まあ、日村さんが相変わらずまた健康さんと取られたり。これ。何取られたのこれは、また。なんとか日記ね。うん。張り込み日記だから。張り込ブラブラしてたらね。うん。ブラブラね。うん。何なんだろうね、ほんとこの二人は。うん。気持ち悪いね。ご飯食べてるとこですかね。仲いいっすね。仲いいね。仲いい。だやっぱまた付き合ってんのかな。まだ別れられないのかな。ここは日村のよく。だ一番いいパターンだよね。うん。バイセクシャルって。そうなんだよ。こういうことでしょだって。そうそう。これはこれで全然疑われないんだからさ。疑われないから。ね。うん。この後別に部屋に行こうがさ。いいんだから。本当バイはいいよ。うん。うん。最高だよ。羨ましいんだ、この二人だから。ね。好きなようにやってるよね、だから。いいよね。男同士のカップルしか見えないもんね、こうやって見ると。でも、コウさんがほら、完全にそっちにしてるんじゃない？そうだ。うん。ちょっと並んで写真に写ってるよね。大学も似てるしね。お寿司屋さんかな？お寿司屋さんだから。